土佐黒潮鉄道スクモ駅衝突事故は、2005年3月2日の20時41分頃に、土佐黒潮鉄道スクモ線スクモ駅で列車が脱線し、同駅の駅舎に衝突した事故である。2005年3月2日20時41分頃、高知県スクモ市のスクモ駅構内で、同駅終着の岡山駅発特急、南風17号が、約時速113キロメートルの高速で進入した。 ATS や EB 装置の作動があったものの、時速 95km の速度で車止めに突入、先頭車両はそのまま駅舎のエレベーターを破壊して、外壁を突き破り、さらにテレスコーピング現象によって2両目に押し潰されたことによって、車体の前後が完全に変形ないし悪解、原型をとどめず大破。駅舎も反壊した。 この事故により運転士が死亡、車掌一人と乗客10人が重軽傷を負った。この事故によりスクモ線は全線運休となった。同年4月7日に普通列車のみ運転を開始したが、この時点ではスクモ駅の改札が使用不能であったため、スクモ駅東スクモ駅間は改装扱いとしバス代行輸送が行われた。同年6月13日からは、 特急列車も運行を開始したが、特急列車の運行も普通列車と同様の形式で行われたため、所定では通過する東宿毛駅に臨時停車の措置が取られた。同年10月28日に、宿毛駅駅舎の復旧工事が完了したことから、11月1日より、宿毛駅東宿毛駅間の旅客営業を再開し、同時に特急の東宿毛駅臨時停車も終了した。 運転手は前日まで6日間インフルエンザのため欠勤していたが当日の店舗では異常が見られなかったとしている。事故調査報告書では平田駅出発後に運転を正常に行えなくなる何らかの異常事態が運転士に発生したものと推測し眠気を催しやすい食事後の常務であったことなどが指摘されているがその異常事態が何であったかを特定するには至っていない。 駅手前にある安全装置である、自動列車停止装置の ATSSS は、停止信号警報であるロング地上市も、仮想防止速テラシである時スバヤ、テラシ地上市も正常に動作して、非常制度をかけた。しかし、その設置位置が、ロング地上市は最高速度対応ではなく、運転士による減速で、約時速 51km 以下に減速される、前提の位置に設置されており、 また2体の加速度防止速、テラシ地上市体は全く根拠のない位置に設置されており、地上市配置及び配置規則が適正なものでなかったため、最高速で進入してきた列車を停止させることができなかった点が指摘され、最高速度時速 100km 以上の全事業者に対し、行き止まり駅に限ってそれぞれ是正通達が出された。なお、 行き止まり駅以外は最高速度に対応しない、設定が国交省通達上はそのまま残されている。事故車両は前側2両が原型をとどめないほど、大破したため、2005年3月31日付で、理財廃車となり解体処分されたは、損傷が少なかったため JR 四国多度津工場で、修繕後、運用に復帰。この事故を契機に、土佐黒潮鉄道では、 スクモ駅に仮想防止装置として ATSSS 自組織速度調査地上子3体を新設2体を有効な位置に移設して運行を再開した。JR 四国では行き止まり式の配線を持つ駅計7箇所を対象にスクモ駅と同様の仮想防止用 ATS 地上子を増設することを決めた。また高松こと平電気鉄道でもこの事故を受けて ATS 装置を自組織速度調査機能付に更新するとともに、行き止まりの配線を持つ、駅6カ所を対象に、仮想防止用地上自組織速度調査地上子を増設することを決めた。なお、高松駅では1983年12月3日にも、死傷者が出なかったものの、類似の事故が発生していた。ありがとうございます。